珍しい自販機を探して東へ西へ街あること島田勝記者がリポートする珍自販機シリーズ。おお、流氷漂う北海道から沖縄石垣島まで日本中の珍自販機を紹介してきましたが、今回やってきたのはこんな感じに細長い県です。皆さんお分かりですね。そう、三重県です。お伊勢参りで知られる伊勢神宮を擁し、日本を代表する観光地として古くから知られる三重県。伊勢海老、真珠、松阪牛、三重県はね、特産品素晴らしいものがたくさんありますからね。自販機もとんでもないものがあるんじゃないかと期待できますよ。絶品スイーツからご当地グルメ、さらにあのスーパースターも舌鼓を打ったという一品など、驚く珍自販機の数々。え、おお、本当にふわふわですわ。グルメパラダイス三重スペシャル、なにこれ珍自販機パート18。最初にマチャールがやってきたのは三重県のこの辺り。寿司にやってきました。まあ県庁所在地ですからね、何か面白い自販機あるかもしれませんが、この辺はね、閑静な住宅街です。自販機なんてありますか。おーっとおっと、何これ、伊勢うどん。寿司の街中に佇む自販機に並んでいるのは、なんとだんだんうどんうどんうどん、へい、三重県のご当地グルメ伊勢うどんの自販機じゃありませんか。だんだんうどんうどんうどん、お、伊勢うどんカレー味とか、え、青さタレ付き伊勢うどん330円。いろんな伊勢うどんありますね。全部安いですよこれ。こちらの自販機を設置しているのは1894年創業の老舗恵比寿や三重食品の目の前。長年作っている伊勢うどんをもっと知ってほしいと去年自販機を設置したんだとか。シンプルな伊勢うどん1人前タレ付き330円、マチャール購入。おお、出てきましたね、出てきましたよ。お、結構大きいですね。私の手のひらより大きい。あ、ちょっと冷たいですけどね。あ、ちゃんと麺が入ってます。麺太いですね。筒の中にはタレ、うどん、そして作り方を書いた説明書が。食べるのには調理が必要ということで、ということで自販機前の軒先をお借りしまして、この伊勢うどんを実際に作ってみましょう。まずは沸騰したお湯の中にうどんをそのまま入れ、ほぐさずに3分ほど茹でる。このほぐさないのがポイント。伊勢うどんは柔らかいためおさわり厳禁なんです。茹で上がったらお湯をしっかりと切り、丼に盛ったら付属のタレをかければ完成。お好みでネギをかけるとモアベター。できました。こちらが伊勢うどんでございます。いやー、なんかもう見た目から美味しそうですね。またいい香りがしますよ。タレとうどんをよーく絡めて、自販機で買った伊勢うどん、いざ実食。うわ、本当にふわふわですわ。すんごい柔らかい、びっくりしたこれ。自分がいつも食べてるうどんと違いますね。すごくね、もちもちして柔らかくて太いんですけど、あっという間に噛み切れるし、もうすぐね、口の中でね、溶けてなくなっちゃいます。古くは江戸時代から食べられていたという伊勢うどん。お伊勢参りの長旅で疲れた旅人たちをいたわるべく、甘辛く柔らかいうどんを出していたのが由来なんだとか。そんな歴史ある料理が自販機で買える、いい時代になったもんです。
続いて向かったのは三重県の上の方。マチャールのポーズだと手のあたり。桑名市にやってきました。この辺りに珍珠飯器あるって伺ったんです。珍珠飯器あります？どこにあった？おーっと、ありましたよ珍珠飯器。なにこれ。自販機に並んでいるのはネバ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 ねっとり糸を引く納豆がいっぱい入った自販機じゃありませんか。自販機が設置されているのは三重県桑名市に本社を置く小杉食品の工場。つまり出来たてほやほやの納豆が自販機で売られているんです。自販機に並ぶのは小杉食品自慢の納豆ばかり。中にはチョコ納豆や納豆入りまんじゅうなどの変わり種も。この中で一番売れるのはどれなんですか？一番売れてるのはこのつゆだく納豆っていう商品ですね、はい、安いですよね。これつゆだく納豆 3パック入って100円。牛丼もなんでもつゆだくが好きなマチャール、これは買わねぼわっと購入。来ます、ね、よいしょ、お、よし出ましたねつゆだく納豆、はい、果たしてどのくらいつゆだくなのか蓋を開けてみると、うわでかい、でかい、重い、確かに3倍ぐらい重さありますよこれ。つゆだく納豆のタレの量は15ミリリットルでなんと通常の3倍。比べてみると一目瞭然、たっぷんたっぷんに入ってます。これぞまさにつゆだく。マチャール人生初つゆだく納豆実食。いただきます。おお、味が濃い。いつもの食べてる納豆よりもね、やっぱりつゆが3倍もありますんでね、つゆの味も濃い。でも全然納豆の美味しさがつゆに負けてないです。つゆで納豆の匂いが和らぐため、普通の納豆が苦手でもこれは好きという人が多いんだとか。関西でもイオン成城石井の一部店舗で購入できます。伊勢うどん納豆を食べてお腹が膨れたマチャール。続いて向かったのは伊勢市。いや、うどんと納豆とね食べましたから、ちょっとね、わかりますでしょ、甘いもの来たんですよね。なんかないかなと思います。この辺自販機、あー、なんかありますよ。おー、いいの見つけました。フルーツ大福。伊勢神宮のお膝元、霊験新たかな伊勢市にある自販機にはピッチピチ新鮮なフルーツ大福がずらーり。シャインマスカットとピオーネの大福は2個で530円、みかんと生チョコバナナは2個550円。中でもマチャールが気になったのは、お、何これ、え、お楽しみ大福ガチャ。何が入っているかお楽しみの大福ガチャです。大福2個入り400円だって、安い。何が出るかな、何が出るかな、マチャールワックワクで大福ガチャ購入。スイカとシャインマスカットのフルーツ大福、開けましょう。ドン。なんか入ってます。何ですかこれ。何これ。紐？中に入っているこの紐は柔らかいフルーツ大福に巻いて引っ張ると美しくスパッと切れる切り分け用の紐。切ったフルーツ大福を並べるとまさに映えなんですが、そんなことに興味のないマチャールは切らずに丸ごと実食。これね、
今シャインマスカット一つでしょ。でも全部食べますよ一回ね。で1個食べたらほら中にまだもう一個あるんですよ。ほら2つですよ2つ。シャインマスカット2つ入ってますよこれ。まさにねもう1粒で2度おいしいみたいなね大福ですよ。すごいね。嘘でしょ。安すぎますよこれ。フルーツ大福の自販機は高級食パンを販売するハレパン伊勢店が設置したもの。ちなみにマチャールが食べたシャインマスカット2粒入りはおめでとうございます。当たりで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 す。そうなんです。あの小粒は2つ入れてるようにあの包んでまして。フルーツ大福っていうのも作ってるんですか。ここで。あ、そうなんですよ。奥で作ってまして、もう出来立て。季節それぞれの美味しいフルーツと伊勢神宮にも奉納される白あんを使い一つ一つお店で手作り。お伊勢参りの際はぜひお立ち寄りを。続いての自販機はまたもこの場所へ。再び津市にやってきました。こちらにかの大スターが食べたグルメがあるということでやってきたんです。どこですかね。そんな自販機あります。自販機あった。これじゃないの、これじゃないの、これじゃないの。お、え、何、お弁当、お弁当ですって。津市にある食堂シルベの真横に置かれているのはお弁当、お弁当嬉しいな、生姜焼き牛カルビチャーハンと心ウッキウキのお弁当自販機じゃありませんか。中でも一番人気と書いてあるのは津観音名物鶏ごぼう飯。この鶏ごぼう飯って、はい、かの大スターが召し上がったって聞いたんですが、はい、どなたなんですか。綾瀬はるかさん。綾瀬はるかさん。2年前映画レジェンド&バタフライの撮影に来ていた綾瀬はるかさん。ロケのお弁当として出された鶏ごぼう飯を召し上がって喜ばれたんだとか。綾瀬さんお墨付きの一品とあらば、その味にも期待が高まるというもの。マチャール鶏ごぼう飯400円、購入。お、来た。お、なんか来ましたよ。電子レンジ500ワットで3分。そうなんだ。冷蔵され冷たい状態で出てくるお弁当、特別にお店の中で温めてもらい、綾瀬はるかさんも食べたという一品、いざ実食。うん、うん、ほんのりとしょっぱさが広がって、またこの鶏とごぼうの風味が、あー、鼻から抜けていく。いや、これは美味しいです。醤油や酒、みりんなどで甘辛く炊いたたっぷりの鶏肉とごぼう、これをお米と一緒に炊き込めば旨味をギュギュッと吸い込み、味わい深い鶏ごぼう飯に。食べたら何か私もかっこよくなった気がしますね。かっこよくなった。どうですか。機長、機長、未だ出会えぬ運命の女性と珍自販機を探して、マチャールの旅はまだまだ終わりそうにないね。続く。